宗教法人審議会は今日、世界平和統一家庭連合旧統一協会に対する宗教法人法に基づく2度目の質問権の行使を了承しました。文化庁は先ほど教団に文書を送付しました。長岡文部科学大臣は今日、旧統一協会に対する質問権の再行使を宗教法人審議会に諮問し了承を得ました。 先ほど追加調査に着手し、旧統一協会の組織的な不法行為や法的責任を認定した22件の民事判決の関連資料の提出を求めます。回答期限は来年1月6日です。文化庁は初回の調査で、教団側から受け取った組織運営や財産・収支に関する段ボール8箱分の資料を精査していて、2回目の回答も合わせて 解散,命令解散命令請求の可否を検討します。